皆さんこんにちは、せいかです。今日はインスタで募集した質問をちょっとね、久々に質問返ししていこうかなっていうふうに思います。私の YouTube が登録者数20万にいったということで、少しでもみんなといろいろ共有できたらなって思うので、ちょっとやっていこうかなと思います。本当にいつも皆さん質問くださいっていう、たくさん質問してくださって本当にありがとうございます。めちゃくちゃ助かる。この間スキンケアの動画を出したんで、結構ねスキンケア系の質問とか、あとやっぱり旦那の質問が多いですかね。まずはニキビできないように心がけていることはありますか。私の体質的に小麦粉を取ったりすると結構プツプツってできやすいなと思うので、1日の中で小麦の量をちょっと調節する、ちっちゃいことをコツコツ続けていくっていう感じです。寝起きはいい方ですか。もうね、仕事柄やっぱり朝早く起きて仕事に行くことが多いので、どんなに睡眠時間が取れなかったとしても朝はもうパッて一発で起きれます。もうね、朝は本当に得意。せいかちゃんの一番の贅沢は何ですか。なんだろうな、食べ物とかになるかな。 Uber Eats で Mac をデリバリーすること。買いに行けよって思うんだけど、それを Uber Eats で頼むっていうのがやっぱ贅沢かなって思います。ダイエットのモチベーションは何ですか。私はやっぱり仕事柄水着の撮影があるとか、やっぱり皆さんに見られる、水着を可愛く見せるっていう目的があるので、そこが私の中の、モチベーション。静かに。そうじゃなかったら今年はミニスカ履きたいとか、そのファッション系をモチベにしてもいいなって思うし、あとは単純にもっと自分を好きになれるとか可愛くなれるとか、誰かのためにっていうよりかはもう本当に自分のためにっていうモチベーションでいいんじゃないかなって思います。行ってみたいところはどこですか。 LA とかニューヨーク、パリとかイタリアとか行ったことないので、そこに行ってみたいなって思います。最近よく聞く曲、ニュージーンズのなんかここに出しときます。あとね、これも超多かったんだよね。 MBTI は何ですかって聞かれるんですけど、もう私覚えれなくって、毎回占いに成果は何とかだよって言われるんですけど、私これです。自分の性格で好きなところはどこですか。私はせいかちゃんの姉御肌で優しいところが好き。嬉しい、ありがとうございます。自分の性格で好きなところは、あんまりなんかこう悩みとかをずるずる引きずらないっていうところが好きかな。せいかちゃんは今まで何回くらい失恋したことある。辛いよーって来てるんですけど、最近お別れしちゃったのかな。私は1回か2回ぐらいかな。あんまり覚えてないんですけど、別れた時ってめっちゃ絶望的に、うわもう世界終わったみたいな。だけど今振り返ってみたら、あれそういえばあんな人いたなぐらいにしか思わなくなるから、今の辛い時期を脱出する一番の近道は、なんかあえていろんな人を見ない方がいいかなっていうか、その期間はとことん思い出したりとか悲しんだりしてもいいかなって思います。だけど写真とか思い出のものは絶対に捨てるべき。連絡先も消した方がいいと思う。だって今ってさ、別れたとしてもさ、インスタで DM 送れちゃったりとかさ、会おうって思える手段があるわけじゃないですか。そこをやっぱり断ち切んないと次に進めないから、無理にでも視界に入らないようにするっていうのが一番の近道かなって思います。なんかね、スマホケースどこのですかっていう質問多かったんですけど、ちょっと名前が本当覚えられなくて、ここのブランド使ってます。西原さんの時にめっちゃ可愛いと思って、それから応援してます。普段お酒は飲みますか。ありがとうございます。多分これ男性の方ですね。と、普段は全くお酒飲みません。私多分ね、アルコールがあんま合わないっていうか、なんか分解するのが遅すぎて、ちょっと飲んだだけでも顔真っ赤っかになっちゃったりとか、なんかね、体痒くなっちゃったりとか、多分ね、合わないと思うので、普段は全く飲まないです。もし飲みに行くってなったら、もう次の日絶対に仕事が休みの時じゃないと、飲みには行かないです。美容に気をつけていることは何ですか？摩擦を与えないことかなって思います。いっぱいこう顔のマッサージすればするほど、なんか皮膚って伸びちゃう。なんか摩擦って良くないから、顔のマッサージはあんまりしないです。なんか引っ張るっていうよりかは、こういう顎の下のズボを押して首から下に流すぐらい、ここの自分の顔をグイ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 引っ張ったりとか、摩擦は与えないように気をつけてます。
思わず爆食をしてしまう日ありますか、まあ、女性特有 の、 あのホルモンバランスの時は食べたくなっちゃうので、まあ、そういう時は食べるようにしてます。もしね体絞ってたらお菓子を食べるっていうよりかは栄養があるものってやっぱお腹に溜まりやすいんですよね。フルーツに置き換えたりとか栄養価が高い食べ物を食べるようにして紛らわすようにしてます。せいかちゃんに会えるイベントみたいなのありますか？今年はねあります。なので楽しみに待っててください。私はみんなに会えるの超楽しみこの質問めっちゃ腹立つ。炊飯器で何作りましたかって、あの前にストーリーでなんか炊飯器でなんかポトフ作ったみたいなの載せて多分それに対して質問してくれたと思うんですけど、まだねポトフしか作ってない。でもこれからねちょっと角煮とか作ったりしようかなって思います。旅行の予定はありますか？9月に旦那とあと旦那の家族とあとお友達と一緒にハワイに行こうと思ってます。いつもしているヘアセットオーダーが知りたいです。ちなみにさっき美容室にちょうど行ってきました。今の光じゃめっちゃ見にくいんだけど、今回は黒髪じゃなくってバーガンディっぽい色にしてみました。いつも鍋さんにお願いしてもらってるんですけど、基本こういう髪色にしたいですっていう写真を持ってくんですけど、それを見せて、あ、わかったみたいな感じで、基本あの鍋さんカラーみたいな色にしてもらってます。髪の毛ちょっと飽きたなとか、もうちょっと垢抜けたいなっていう時は、鍋さんにお願いするのが一番かなと思います。M3 ちゃん買うときに迷った車はありますか？いろいろありました。 BRZ、スープラ、ポルシェとか外車、日本車、もマニュアルがある車は一通り調べて M3 にしたっていう感じです。最近よく使うバッグを教えてください。次買うご褒美の参考にしたいです。最近はねこれ、じゃじゃん、このジバンシーのバッグをよく使ってます。ベルトが長いんですよ。だから自分で好きなところで調節可能なベルトになってて、私は一番サイドを短くして肩からかけるスタイルになってます。でこうやってさ肩にかけた時にこの横のサイドのベルトが長いから、それもねめっちゃ可愛いんですよね。もちろん肩からかけたいってなったらこの紐ねかなり長くなるので肩からもかけれるし、なんかこう用途とか気分に合わせて使えるバッグかなって思います。結構ね荷物が入るんですよ。でこのバッグでビビの YouTube チャンネルでWhat's in my bagしたので、またそれもよかったら見てみてください。動画見てくれたら荷物入る量想像しやすいかなって思います。次はもうこれもねすごい多かったんですよね。今の旦那さんと結婚した決め手は、まあ、やっぱ超優しい。喧嘩してもちゃんと次の解決策を提示してくれるのが上手だなっていう風に思いましたね。せいかちゃんが毎日意識していることは何ですか？効率の良さ。落ち込んだ時のメンタル方法を教えてください。最近ね一番いいなと思ったのがよもぎ虫に通う。これがね私一番メンタル回復するなって思いました。体を温めてあげるっていうのって精神的に安心するなって思いました。まあ、例えば温かい飲み物を飲むとかお風呂に浸かるとか、体をこう少しでも温めてあげるっていうのが大事かなって思いました。あとやっぱりよもぎ虫は女性特有のホルモンの乱れとか、まあ、自律神経とかも整えてくれるのでよもぎ虫に通うのにハマってます。彼氏ともうすぐ4年ですが、結婚とか同棲の話になったことがなくて、将来のことどう考えてるか不安。こういうことを察しろっていうのは私はもう無理に等しいと思っているので、その人と本当に結婚したいっていうのがあればもう素直に伝えるのがいいかなっていうふうに思います。やっぱり伝えないでダラ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 してるとさ、やっぱり時間の問題にもなってくるし、伝えてみるのが一番いいかなっていうふうに思います。今後どんなお仕事をしていきたいですか？自分のライフスタイルのブランドだったりとか、まあ、プロデュースのブランドもやってみたいなっていうふうに思います。なんかそれをやることで、なんかポップアップできたりとか、みんなに会える機会がこう増えるかなと思うので、ブランドをやりたいなっていうふうに思いますね。同い年です。27歳の悩みといいことって何ですか？これから30代とか40代になっていくにつれて、もうちょっとなんか人生プランをクリアにするとか、本当に現実が突きつけられるっていう感じがあるので、考えさせられるっていうか、そこが悩みっていうか、まあ一つの目標
っていうのがあるのと、いいことは自分で稼いだお金をもう自分で好きなだけ使えるっていうのはやっぱ大人になるっていいなっていう風に思いましたね。全てが自由だから好きなことができるっていうのは楽しいなって、やっぱ大人って楽しいなって思いますね。よく行く外食は何ですか？僕は焼肉とか、あとお好み焼きが多いですかね。今コラボしたい人はいますか？モッパンの動画を見るのがすっごい好きなので、特にみゆちゃんがすごい好きなんですよ。みゆちゃんと一緒にご飯食べたいなって思いますね。可愛いし、本当に美味しそうにご飯を食べてるので、もう夜の私の BGM はだいたいみゆちゃんの ASMR 音です。体調を崩さないために何か気をつけていることありますか？食べ物とか睡眠とか。私はもう基本ね、やっぱり夜型なので、意外とね、あんま睡眠はね、取ってないんですよね。やっぱ最近いいなと思うのは、リポスフェリック、このビタミン C を摂取してた方が、結構ね、体調はいいかなって思います。お金を貯める方法。もうね、私、貯金めっちゃ苦手なの。だから、おじいちゃんとかに会うと、将来はちゃんと貯金してるのかって言われるんだけど、ね、だから、どうやったらうまく貯金できるかも逆に教えてほしい。秋服のマストアイテム知りたいです。秋服早く買いたいです。秋といえば、やっぱりジャケット、まあ、アウター系がすごい可愛いなって思って、てるので、ちょっとこういう感じのシャギーっぽい素材だったりとか、あとグレー系が本当に流行るので、そういうアイテムおすすめかなって思います。毎日3食食べる？3食は食べないですね。基本2食朝ガツンって食べちゃうと、なんかそれがベースになって引っ張られて1日結構爆食みたいな感じになっちゃうから、朝とお昼は一緒で、夜もう基本2食ですかね。で、体絞ってる時は1食にしてました。YouTube いつも見てます。今も編集も全部せいかちゃんがやってるの。基本自分で編集してて、ちょっと忙しいとか編集間に合わないなっていう時はお願いするようにしてます。足痩せマッサージとかしてますか？一周回って筋膜ローラーが一番痩せるなって思いました。足の調子めちゃくちゃいい。何これ、やばい。元彼に夜だけは楽しかったと周りに言われました。強い女性になるためにはどうすればいいでしょうか？何これ、超ムカつくね。いやいやいや、こんなクソ男こっちから願い下げだって感じじゃないですか。本当にもうそんなのは言わせとけばいいし、めっちゃ時間の無駄だから逆に感謝って感じ。ムカつくね。次行こう。いつか乗ってみたい車は？私は人生の中で本当にいつか乗ってみたいなっていう、もう憧れの車はアストンマーチン乗ってみたいなって思います。はい、こんな感じでね、たくさん皆さん本当に質問ありがとうございました。質問返しめっちゃ楽しい。コメントでうららちゃんと一緒に恋愛の質問コーナーもやってほしいっていうのがあったので、あ、それもちょっと面白いかなと思うので、それもね近々できたらなと思います。というわけで皆さん、今日も最後まで見てくださってありがとうございますね。うるさいね、静かに最後だけ撮らせていい？バイバイのところ、分かった分かった。というわけで皆さん、最後まで見てくださってありがとうございます。しずか、みんなでバイバーイ。